どうも、ハイチーです。まあ、毎日ね、こう、メールとか、ツイッターのリプとかいただく中で、結構、その、勉強してるのに成績が伸びないとか、あと、スポーツで練習してるのに、まあ、実力がついてこないみたいな。こう、やってんのに、みたいな時って、まあ、みんなもね、一回ぐらいは経験したことあると思うんですよ。まあ、やきもきする感じね、やってるのにさ。で、そういう時に、ちょっと、こういう、なんだろう、落とし穴というか、に落ちてませんかみたいな、まあ、チェック項目としてね、一個今回紹介しようと思います。まあ、結構あるんですけど、いっぱい。まあ、そのうちの一個ね、今回ね。で、何かっていうと、その、情報を調べて、まあ、なんかさ、例えばいい勉強法ないかなとかさ、そういう情報を調べていく中で、調べて満足してませんかみたいなのが、一個自分すごく思ってるんですよ。で、どういうことかっていうと、例えばさっきの勉強法だったら、勉強法調べますよね。で、調べて、いい勉強、まあ、いっぱいあるじゃないですか。例えば自分もこういう勉強法って話すし、この方はこういうこと言うし、あの人はこういうこと言うしって。で、勉強法とか、まあ、スポーツの練習法もそうですけど、ベストっていう、まあ、一番絶対これがいいよって俺はないと思うんですよね。だってベストがあったらみんなそれやればいいじゃんか。でも、いろんな人がいろんな意見を言うってことは、それなりにやっぱやり方がいろいろあって、ね。で、自分に合うものがきっとあるわけですよ。で、みんなも、できればさ、効率よく勉強したいじゃん。時間、短い時間で、なんだろう、いっぱい吸収できるんだったらね、それに越したことはないし、だから、もっといい勉強法ないかなと思って、まあ、いろいろ調べたりしますよね。で、俺もまあね、来月も33になるからさ、俺らの時代と、いや、みんなが生きてる時代って大きく違うわけ。で、何が違うって、情報を得るのがものすごい簡単なの。俺らの時よりも。俺らの時は Yahoo で検索なんてなかったから、中学生の時とかね。そう。だから、こう、みんなは今調べたらすぐ出てくるでしょ。YouTube でも調べられるしさ。だから、いろんな情報を得られるの。だから、もしかしたら俺よりも勉強法詳しいと思うんだよね。みんなの方が。そう。だけど、間違っちゃいけないのは、情報っていっぱい詰め込むじゃん。インプットいっぱいするでしょ。自分の中に。で、そうすると満足しちゃうんだよね。あ、こんだけ知識入ってきた。わーみたいな。待てって。そうじゃなくって、じゃあインプットしたものをまず使わなきゃ自分で。そう。これがいいんだってなったら使ってみる。で、勉強法にしても練習法にしてもそうだけど、例えば、このやり方を一回したらものすごい効果出ますよ。みたいな。それはない。もうほぼ詐欺に近いと思う、そんな。基本的にはコツコツやらなきゃいけないんだよね。勉強にしても練習にしても。コツコツやってやっと成果が出るものだと思うんですよ。だから、その、じゃあこれね、いっぱい調べた中でこれをやってみようって思ったら、最低でもまず1週間続けよう。7日間連続でね。もっとだったら1ヶ月ぐらいやった方がいいと思うんだけど。で、そこで判断してみる。だから、落とし穴として今回紹介したいのは、いろんなことを調べるじゃないですか。いろんな情報を得るじゃないですか。それみんな使ってるっていう。まず使ってみなきゃダメだよっていう、いうところをちょっと意識した方がいい。本当にインプットするのが簡単な時代なんで、まあ、アウトプットね、自分で使ってみる、外に出すことアウトプットって言うんだけど、そっちを意識した方がいいです。そう、インプットは勝手にするからみんな。いろんな情報入ってくるから、じゃあどれを使おうかなっていうのを自分でちゃんと選択して、ね、それ選ぶのもさ、エネルギーが必要だけど、これかなって自分の意思で選んで、それをぜひ使うっていうところ。で、使ってみたら、そっから課題が見えるから。あ、これすげえ合ってるとか。でも、これをやっていく中ですごく良かったんだけど、ちょっとこの部分は自分は変えた方がいいかな、みたいな。ちょっと自分でアレンジして、自分の勉強法とか練習法にね、どんどんいいね、効率よく近づけるようになるので、ぜひね、そのアウトプットする、実践してみるっていう方をね、意識してもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。